レニングラード級駆逐艦は、ソビエト海軍の駆逐艦である。レニングラード級駆逐艦ソ連海軍の計画名は一型駆逐艦である。本型は、ロシア革命以後に建造された初の駆逐艦であり、第一次五カ年計画の一環である海軍、艦艇整備計画に基づき計画された。一型駆逐艦は、共同艦としての能力を要求されたため、基準排水量2000トン以上。 最大速力40キロトンを誇った。従来のフィドニシ旧駆逐艦及びイジャスラーフ、旧駆逐艦などに比べるとかなり大型、高速、重武装である。運用時には在来型駆逐艦との連携は想定されておらず、瞬速を生かして偵察部隊や遊撃部隊に配属されることが想定された。なお、ミンスク以下の攻撃型三隻を 前期型と別級扱いする場合もある。1932年から1940年にかけて6隻が建造された。本級の建造は当時のソ連の造船技術力、工業力を超えた試みであったため、製造不良や欠陥箇所が続出し、建造計画の遅延が多発した。1930年代後半から1950年代まで運用された。 主な戦歴は、冬戦争、レニングラード包囲戦、満州及び北方領土侵攻など。第二次世界大戦後は旧式化、老朽化に伴い訓練艦や標的艦などへ転用され、1960年代までに全艦が沈没、または退役した。ありがとうございます。